なるほど。前言撤回ですね、パッと見。ここがちぎれそうな気がするな。あ、確かに。生地が弱そうだから。懸念がちょっとありますね。感が。まあそうですね。かなりあるんで。逆か。ユニクロがやりすぎてんのか。どうもこんにちは、新進工房です。僕たちは普段からの財布や箱を作る職人をやっております。石かぶりですか、撮影は。あなたがあの沖縄にハネムですか、ふざけた理由で、会長お休みしましたので、高井さん、今回何ですか、これ雑誌録でいいんですか、今回まだ。ビアドベルカっていうやつ、結構人気で、毎回新しいバッグ公式が発売するたびになんか売り切れとか、そういうのだいぶ人気だ。あ、じゃあグローの雑誌録は要は人気ってことね。雑誌録ダイヤリーっていうサイトがあるんですけど、ちょっと前が結構非常にランキング今回 D&D デルカってことで、まだ D&D デルカってスーパーね、これお値段1460円ということでね、安いですね、うん、今回もね徹底的にいこうと思うんですけど、雑誌付録正直クオリティ高かったことないですから、ね、であのいつものポイントあれいよいよマジで見直した方がいいですよ。ユニクロとか普通のラインと雑誌付録で分けやな、あの底辺ばっかいくから、うん、でもこれまだあの雑誌とついてる感じやから、まだ良心的な気がするよな。ムック本よりもなんかお得感はあるやん、値段安いし。一回それがどうなるか今から徹底的にいきますか、はい、じゃ あ, あのトリアの方がやっちゃいますか、はい、チャンネル登録よろしく。それでは今後の動画は3つのトピックで構成させていただきました。まあ、1つ目がですね、はい、これをバック職人で、実際どうなのかというのを第一印象ね、レビューしていきます。で2つ目にまだ細かく強度機能性素材作り込む方ですね、この5つのポイントを、現役のバック職人が、徹底的にレビューしていきます。で3つ目のトピック、ザンツザンということなんですけど、まあ、先日あの大吉と愛さん、スタジオ行きまして、そこで事件勃発ということで、はいはい、そちらをお話しさせていただこうと思います。10秒告知。じゃあのずっと思うんのやろ、あいつの話。隠してた、もう一個隠れてないね、別にあの必殺ちゃうね、別に最高で、その話も一緒で、そんだけあの自信あんねやったらさ、ちゃんと綺麗に起承転結なってんの、オチまであるん、はい、楽しみにしとくわ。じゃあ行きますか、はい。じゃあそこを、紹介させていただく、こちらバターでございます。現在申し訳ございませんが、赤の方がちょっとあの事情ございまして、ストップさせていただきましたが、まあ、現在それ以外のカラーも、人気で販売させていただいて、こちらバターです、はい、開けせ。もうほんまに開きませんなんです。ヨーロッパの皮半年後って言われて、そう、赤が半年後、赤が半年後、制作者1ヶ月かかるじゃん、うん、今から半年後、ついに1月でしょ、うん、でさらに1ヶ月です、2月でしょ、うん、お客さん、その許してくれないでしょ。手配はできたんですね、一応チニコのね、うん、方があのむちゃくちゃすごいいい動きしてくれて、はい、用意してくれました。もうほぼ同じ質のやつ、はい、同じ色のやつ、そちらちょっと対応させていただこうな。あ、すいません、ありがとうございます、はい、では全体的な印象を見ていきます。じゃあ開けていきます。じゃあまず一つ目のトピックということで、まあ、全体的にしていきますか、はい、あなた待たずに破るタイプですか、D&D から大阪に梅田にあるんです行って、ね、めっちゃ衝撃やったのがパスタ1人分やのに800円、通すだけで成城石井みたいな感じなの。今あれだね、あの海外じゃないんですか、お嬢ちゃん今ちょっと円安でしょ、だちょっと高なっちゃってんだよ、へ、ね、なるほど。あ、なんか今回あれやな、前言撤回ですね、パッと見生地外安っぽいけど、やっぱこうなんていうの、D&D デルーカって書いてるだけで一気になんかおしゃれになるような、これバッグなんですね今回ね。あ、ほんでまだこれあの3割増し金茶書いてる、ね、収録夏やから多分コゾって保冷バッグ作ってない今雑誌付録のページ見るけど、うん、コゾって保冷ですね、それはいいんじゃん、ちょうど。しかも だってバーベキューとか行った時に保冷のやつうわーってなった時にちょうどよくない、重宝されますよね。コンビニで買える、コンビニやろ今の時点で、かなりおすすめちゃいますか、うん、なんか悪くない気がする、悪くないっていうかむしろいい、うん、っていう感じっていう感じの印象。レビューの前に今から徹底的に行こうと思うんですけど、本当にあのこの動画見てる方はあの本当にあのラッキーだと思っております、うん、なぜかと言いますと、うん、カメラ直りました。先日あなたがぶっ壊したカメラ直りましたね。どこぶっ壊れた、俺喋ってるわな、一つの距離感分からへん子やから、これ伸びるやつがあなたがこういうふうにファーッと落としたせいで、しかも修理代なんか4万、修理代4万円っていう、足の先に引っかかっただけで、足事故はね、駅無料保証出てますからね、こちら4万かかった。これで細かく今からね、あの縫製だとかね、作り込みだとか見ていくんで、まあ、皆さんにも分かりやすくね、こちらカメラご用意しております。この動画見ていただくことによって、見終わる頃にはですね、バッグ選びで未来永劫、宇宙が終わるまで神様と仏様、まあそんなわけでね、ああ もうええわ、チャブ台があったらひっくり返してたわ、俺ジョブのアタッチメント1000円超えよ、最後にご覧ください、詳しく解説します。ではそれぞれレビューしていきます、レッツゴー。マスさんが何も反応せんくなか、強度やなこの表地がこんなに不織布って感じ、あ、確かに質感、生地自体の強度はあまりなさそうっていう感じやな。壊れてくるとこといえば、まあ、ハンドルこれやから結構重いもん入れるよな、はい、ですよね。飲み物系を入れまくったら結構ここに負荷かかるよな、ここがちぎれそうな気がするな。あ、確かに生地が弱そうやから懸念がちょっとありますね。っていうことで1460円やから結構安いよな、はい、D&D ルーカの公式のやつもそこまでなんか生地良さそうでもないけど3000円とか4000円とかする
他のバッグってこと？公式で売ってる方のバッグ、にしてもこれちょっと不織布感がかなりあるんで、まあそうっすね、はい、強度ちょっと5で、なんか久しぶりですね。あ、ちょっとやばい。あ、あのすごい顔してくれないですね最近。昨日さ、保冷バッグやから。あら、あ、来た。まあ久しぶりやからやっと死にかける入ってますね。でも言うてもね、これ食べちゃうからだって、これ読めないからですから、ね、死にかける食べて死にかける。神神じゃないですか。神神逆やし、もうコテコテやなこれ。地元で流行ってた言葉、コテコテ流行らそうかな。機能性は保冷機能はちょっとどうなんかってわからんけど、多分大体一緒やな、こんな生地。これ一緒ですよね。ただこれ、まあ、折りたたみ傘とか入りそうです。なんで折りたたみ傘入りやな、この遊びに行くのに。は？ここもちょっとあれや、保冷機能のある生地使ってるな、ここ。あ、ほんまや。機能性としては保冷機能に特化してて全然問題ないんで、もうちょっと飲み物持っていきたいバーベキューの時にってなって、これがあったらもう買っちゃえでいい感じの。そうですね、うん、機能性いいね。8素材がさっきも言ったように外装がチャッチンですよね。けど内装はまあ普通って感じ。ここもこれそんな、なんかでもなんかその保冷機能あるみたいな。あ、素人が言うな。ウィー、保冷機能あると思います。ここもあるですか。うん、素材だから内装はまあこう一般的なやつやな、多分この保冷の。機能性これの3割増し出した。あ、お前は3割増しやん。でも8やからまあまあいいじゃん。まあまあいい方だ、うん、素材で言うと内装普通で外装がちょっと安っぽいっていうことを加味すると、まあ5でしょ。作り込み、作り込みはでも1400円やろ。ユニクロのバッグとかと比べちゃったらあかんけど、いつもの雑誌付録よりはちゃんと作ってる感があるっすよね。どうやろ、前のあのトートバッグってどっちが作り込んでる、うん、あれと同じぐらいですかね。どれの話が全然分からない。あ、マサさん半年分っていうふざけた理由でもどっか行ったから忘れてまいりました。ハークしばらくどうぞ行ったら。作り込みはまあ普通かな。そんなめっちゃ作り込んでるかと言われればそうでもない。5、はい。縫製、縫製は雑誌付録いつものに比べたら、まあ、いい気がする。いい方ですよね、うん、ここやめっちゃ糸出てるっていう。まあまあ1400円雑誌フロー、いつもより全然マシじゃん。でもこの、まあそうですね、パーツがあんまないからね。なんかステッチとかも幅広ではあるが、全部別に均一の幅。やっぱスマホショルダーとかってやっぱ無理してますよね、パーツ多いから。そうやな、パーツ多い系は無理してるから縫製とかに出るよな。全然縫製全然マシな気がする。8、いや結局でも いつもと同じぐらいのポイントになりそうです、うん、はい、結果&総評。ポイント言っちゃっていいです。強度5、機能性8、素材5、作り込み5、縫製8の足して平均出しますと 6.2 ポイントでございました。まあ1460円でちゃんとした雑誌付録なんで、うん、なんかあのぼちぼちさ、マジこれちょっとあのジャンル分けへん。分けたら分けたでちょっとあれこっちがあの辛口になりすぎる気がする。でもしゃあないよそれは。逆か、ユニクロがやりすぎてんのか、うん、ユニクロ GU ワークマンがやりすぎてんだから。雑誌付録は流通に特化しすぎてんじゃない。他をちょっと緩めて流通だけに特化したみたいな。ものづくりの現場よな、うん、絞ってこの辺だと思う。だからまあまとめると、出先でバーベキューとかしてて、うん、こればっか欲しいって不意になった時、うん、コンビニで売ってるから、そういう時もうちょっと欲しいってなったら、うん、これ買えばいいような気がする。まあでもあのバーベキュー会場の近くのコンビニでこればっか売ってますよ。あ、売ってんか。こっちも安いんじゃん、そうなってきたら。し、D&レルーカでちょっと可愛らしいやん見た目、うん、そういう時はこっちを選んだ。雑誌買ってきやろうかと思ったら、いや違うんだよって言ってこれ出してきたら一日ヒーローになりますね。そんなにはやけど、ワンシーズンやな。だから来年の夏強度的に持つかと言われたら危うい気もする、うん、使い捨てじゃん、一回切るじゃん、うん、これワンシーズンぐらいって感じですね、うん、デザインはおしゃれやもんな。まあそんな感じでございました。雑談、アイさんと大吉スタジオへ。ブライドルバタールということで、赤が絶望的に遅いということで、納期が急遽お客様に連絡させていただいてですね、ご了承いただいたということなんですけど、うん、結構すたまだったんですよ、うん、赤の方だけに言ってね、うん、で他の色にも同じメッセージ送っちゃったらちょっと混乱するじゃないですか、うん、当たっちゃうから、うん、赤子がすごいあのデータ抽出して時間かけてやったわけ、うんうんうん、で赤の方だけにこういうメッセージを送りましょう、もしよかったらこの色でもいいですか、うん、あまり強度も変わりないし色も変わりないし、うん、値段も変わりないと、うん、山田さんじゃあ送っといてっつって、はい、じゃあよろしくっつってしばらく経ったら、聞こえて、と思ってで、俺と高尾もこれ、はい、で、パーティー見たら全員に送信しちゃいましたって言うたら、高尾ずっとそうやんな仕方ないですね。だいぶ押し殺したな、感情を抽出に時間かかったから。じゃあ活動レポートをちゃんと説明しようやったんですけど、大吉に問い合わせが殺到していると言います。皮に関してちょっとブラで、まあ、こんな言い方してあれですけど、皮の巧妙と言いますか、国内ですごい痛なさ見つかったんですよ、はい、まあ、実は赤のサンプル作ってもらってるんですよ。まあ国内で、まあ、新進オリジナルで、ブライドレーザー進めていこうと思ってますので、今後の活動応援していただきますと非常に非常に心の支えになりますので、よろしくお願いします、はい、本題。先日沖縄行ってたらですね、うん、渋滞にね、はい、どっぷりハマってる時に、はい、写メ送られてきまして、はい、それこちらね、ものすごい腹立つかもしれない大吉君と、うん、まあ、愛さんね、うん、撮影スタジオにわざわざ行ってくれたんです。沖縄から開けて帰ってきたら、愛さんがヒロさんどうしても言いたいことあるんですって今から聞こうかなと。じゃあちょっと愛さん呼びます、はい、ますか。愛さん登場。愛です。最近大吉くんをどんどん売り出そうぜってなってるじゃないですか、うん、私のおすすめのスタジオあるんだけど行かないっていう感じで、当日待ち合わせしてもう人入ってんのかなっていうぐらいでっ
かいリュックで、うん、あ、おはようさん、おはようございますっていう感じでずっと一緒やったんですね、うん、和室のスペースがあって、うん、僕ね、昔ね、舞台やってたんすよ、舞台感役めっちゃうまかったんすよ、おー、越後よ、お主を悪いよーっていうあのでっかい声量で、うん、いきなり演技し始めたんですよ、うん、他の利用者さんもいっぱいいらっしゃるんですね、10年前から愛用してて、うん、いろんな人たちとたくさん撮影してきたんですけど、他人のふりしたいって思ったのはその日が初めてでした、うん、その後にちょっとじゃあお互いもう浴衣に着替えて、うん、エリチのスタジオで撮ろうかってなって、うん、エリチ君すごくかっこよくって浴衣姿がこうやって風車を持って流し目でカメラ目線でキリッという顔を私のカメラに向けて撮ってくれたんですよ、すっごくかっこよかったんですけど、ここにひょっとこのお面がついたままだったんです、ね、あれか、私心の声が思わず出ちゃって無駄にかっこいいって言ったんですよ、そしたら大吉くんが結構低い声のトーンで無駄は余計だろって言って持ってた風車で私の頭ポンってしたんですよ、どういうことなのそれ、いやいや違うな、ひょっとこの間抜けな顔とかっこいい顔のギャップがすごく合ってなくて、うん、思わず無駄にかっこいいって言っちゃったんだよって言ったら、いつもの大吉君に戻ってくれたんですけども、あいつは向けに行ったんです、タメ口だったのもちょっとびっくりして、あのガキ読んでかっこいいから、あのガキ登場、まあそのわけで大吉君なんですけど、一ついいですか、殴っていい、公開パワハラ確かに写真はいっぱいありましたよ、風車であの愛さんを折檻したと、確かに今あの言われた記憶あって、うん、ほんまになんかその時怒ってるつもりなく、無駄にかっこいいってどういうことやねん的な感じのツッコミで、うん、あのやってたんですよ、風車で、ね、目みたいな感じが多分あれ俺はこんだけ怒ってんだぞってことやろ女性に対する所作ということで、あの魔法かけたんだ、魔法かけました愛さんに、うん、でどんな感じだったその撮影の途中は、さすが愛さんというだけあって、もうめちゃくちゃ綺麗に撮影させていただきまして、うん、本当になんかギターやってんじゃねえ的な感じの躍動感ある写真とかもいろんなの撮れてたんで、うん、まさかそんなマジでやってたっていう、じゃあ東京のさんどうぞ、お父ちゃん、お父さん、どういう風に受け取ったかが大事だと思うんで、あの女にだけはあのマジで優しくしろ、自分は優しくしなくていいって言ってたお父さんに言いつき間も破らず、あ破って優しくしなかったらマジですいません、ちょっと傷つけてしまったということには変わりないんでマジで反省します、はい、ということで以上です、まあ、そんな大吉さんですが、まあ、普段ねあのいい子なんでね、たまにブチ切れますよね、ネガティブトーク多くないですか俺の、大吉とあの高江はヤンキーです、言うこと聞きません最後にあのあなたのメインのお仕事言ってもらっていいですか、はい、お客様のお電話対応やチャットでのご不明点 ご質問などを私の方があの対応させていただいておりますので、もちろんのことあのそんなお電話口の皆様にそんな目とか風車でやることはないので、ご安心して本当にお電話をあのして気になることだったり大吉君と話したいっていうあの急な方がいらっしゃいましたら、もう話していただけると安心でございます、お帰りくるに、あんまや大吉くんファンやったら少女漫画みたいにキュッてなるんだよ、お前も喋らんだよ、まあそういう感じで、まあ、次の動画でまたお会いしましょう、ありがとうございました。